クロマックス。すげえ、ここもフローリング材ですか。そうです。面白い。はい、どうもクロマックスです。埼玉県某所で行われている小規模の撮影会でございます。高橋さんでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ラーメン、はい、で、ボディ色 よく見るとパールホワイトなんですよ。全部オールペンしてやる状態、はい、やってます。見て分かる通りリフトアップされております。これ見るとめちゃくちゃアップっぽいな。ここのところに松田のエンブレムが。え、ベースはスクラム。ベースはスクラムで鈴木仕様にして、あ、床は家のフローリングを貼ってあります。はい。あ、ほんとだ、住宅用フローリングが完璧に出来上がってる。エブリでいうとこの PA をベースに床張り完全にされてると。結構厚み出ますね。出ますね。あ、でもここだけです。あ、そうですね、これがあのフローリング用で、ね、この下にタルキオで這わして、タルキオで這わしてなんですね、ええ、床張りするときに、はい、これと同じ材を何本か引いてそこに板渡してるわけですよね、ええ、そうです。だからもう三畳にしてはまる位置にこれを、はい、普通のタルキっていうやつなんですけど、はいはいはい、ここは起こして、はい、1本、2本とか流して、はいはいはい、後ろは平らになるように向き変えて、あー、じゃあ高さが違うところを、そのたるきをうまいこと使って、はい、これだけで平らにしてます。あ、じゃあ平らにしてその上に、もうフローリングをバスバスバスと、で、回り口して、はい、こんな感じで完全フラットが作り出されていて、もう一人就寝するスペースが出来上がっていると。で、これはちなみにボンネット開けた時に、はいはい、抑えられないんで、これがシートを上げた抑えになってます。大事なたるきです。大事なたるきですね。上もこれすごいですね。これあれですよね、回り口用の。そうです。え、本業運送系ですよね、はい、建築資材がむちゃくちゃあるんで建築屋さんかなとかを一瞬思ったんですけど、そういうわけじゃないんですね、はい、で、あ、これが天井の板。そうです。っていうのがこれですね。このカーテンレール這わせるためにみたいなイメージですかね。ですよね、はい、これ何で止まってるんですか。ここ、これ鉄板ビーズで全部そのまま、あの、あれですよね、柵、3の部分ですよね、はい、3の部分に鉄板ビーズです。ああ、もうガン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 、はい、3の部分だったらまあルーフ関係ないですからね、はい、3の部分にじゃあもう直接そのままぶっ込んで天井用の材をそのまま打ってると、はい、で、天井用の材にこのカーテンレールついているっていう状態ですね、はい、すげえ、すげえ。こんな感じでいろんな荷物がかなり満載になってるんですが、物置号です。物置号、これウーファーですよね。ウーファーです。ウーファーがキャプテンスタックの上に乗っかってると、はい、でも配線ちゃんと繋がってて電源もパワー入ってるんですかね。はい、入ります。あの音がガンガン鳴る仕様、はい、そしてこのランタンがぶら下がるようにここに S 字フックがついてると、はい、あ、全然強度大丈夫だ。すげえ。それこそ何か災害があった時にはもう生き延びられる仕様が完全にここに出来上がってるイメージですよね。ですね。結構これやっちゃってますね。はい。この辺下ろしてくればよかったんですけど。ああ、お仕事用の。現場行ってきます。こんな感じのものがあって、これ後ろ側は棚が出来上がってるんですか。はい、そうです。これ何入れてるんですか普段。この物入れるぐらいです。あそこに物入れるような物置用で棚が出来上がっていて。ええ、これは何に使うんですか。すだれ。すだれは前の車についてたの、とりあえずあそこに巻きつけてある。巻きつけてあるだけ。とりあえず巻きつけてあるっていう。ということはこれからまたちょっと気になるところがあったら進化していくような状況だったりもするわけですね。変わります。いいですね。この後の構想みたいなのもやっぱあるわけなんですね、じゃあ。ええ。あー、そういうのも含めてちょっといろいろお話を聞きたいんですが、ちょっとリア側からも覗かせてもらっていいですか。はい。もうここしっかり床張りされている状況。力のが見やすいですか。そうですね、こんな感じでもう完全全面フローリング張られている。バッテリーは、はい、あー、バッテリーの部分だけはちゃんと切り抜いてあるんで、そこだけもうペコンと開くこともできると。できます。はい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 、はい、そういう状態でマットが出来上がっていると。で、あの今見てびっくりしたのがここです。もうサイド完全に埋めちゃってますね、これ。はい、埋まってます。すげえこれ。しかも R に沿ってある程度しなるような薄い板材ですよね。そうですね。薄い板材を使ってそのままぐんと巻き込むような形で全面張っちゃってると。強引に張ってます。実際これ一番楽なんですよね。ですね。張っちゃうと凹凸で引っかかったり荷物引っかかったりなんだりとかないじゃないですか。はい。で、ここもあれですもんね、鉄板ビーズですね。鉄板ビーズ。です。行ってしまえっていう。全て自家止めです。行ってしまえっていうその男気あるそのいじり方ですよね。
こういう感じで、ここももうちょっといい加減なあれなので、でも出来上がってる感じですね。すげえ、ここもフローリング材ですか。そうですよ。面白い。すげえすげえすげえ。バックパネルも化粧パネル、ああ本当だ本当だ、バックパネルも化粧パネルになってる。うわすげえすげえすげえ。しかもここも鉄板ビスだ。はい。すごいっすねこれ。ここまで割り切ってやるんだったらもう気持ちいいっすね、作ってても。はい。細かいこと気にしなくていいっすもんね。全然大丈夫ですよ。一枚っていうのがもうよーくわかるお車なんで。これ右側のスライドドアの向こう側って開けられます？開けると荷物落ちて落っこってきちゃったりします。大丈夫。あ、それちょっと見させてもらってもいいですか？はい、お願いします。開けます。マスキングがこんなところに。いいですね。いいですね。あの余り材があります。余り材がそのままそこに。ありますんで。いいな。男だな。で基本の黄色い缶スプレー。はい、黄色い缶スプレー。こんな感じで。はい、でタープ用の。はい。パイプはここに通してあります。あー、タープに使えるパイプもそんなところにあったりとかされてるんですね。はい、で、サイズが合わないチェーンが乗ってます。サイズが合わないチェーン、タイヤ変えられてますもんね。はい、はい、こんな感じでやられてますというような状況です。ありがとうございます。よいしょ。こういう感じで、まあ、今後も進化していくっていうお話なんですが、何を次やろうかなっていうような構想とかあったりするんですか？はい、なんかあるんですか？次は、はい、もうちょっと綺麗に貼り直そうかなと思って、はい、ああ天井の貼り直し、あの鉄板ビス飛び出てるんで。いました、ここに飛び出た鉄板ビスがここにいましたね。あ、でここにあの鉄板ビス抜いた後の穴がありますね。ちょっとドアが閉まんなくなって抜きました。ああ、なんでそういったところも含めてもう一回じゃあ天井を綺麗に貼り直そうかなとか構想があるわけですね。次どういう感じでやるか。次はもうちょっと中を広々と、はい、その辺がみんなコンテナがなくなると思うんで。じゃあもう荷物のある意味整理ですね、押した上で広々使える感じを作っていこうと。はい、このキャプテンスタックいいですね、しっかりはまってますよねこれ。シートベルトで固定です。シートベルトで固定で間違いないですねこれ。趣味車っていうお話なんですけど、さっきお話聞いたら、まあ、自転車とヨット、釣り用のボートです。あ、釣り用のボートなんですね。釣りと自転車、がご趣味なんで、それを実現するための仕様がここに。体力不足で自転車を乗らないと、はい、足腰弱いんで。あのそんなこと言うとですね、スベルもそうなんですよね。結構自転車趣味な方多いですもんね。ですね、うん、なんで、まあ、サイクルキャリアとボートで実際にそういったところに遊びに行かれるときにもう前乗りして車中泊とか、はい、そういうような感じで楽しまれるこのお車でした。車の中では、はい、焼肉はやっちゃダメです。あの焼肉はやっちゃダメです。あの やったことあるんですね。あります。はい、あのスベルもですね、やったことあります。一月ぐらい匂いが抜けませんでした。いや本当に、あ、もうしょうがないんでシート全部取っ払って、あの天日干しファブリーズしました自分。はい、本当に匂い抜けないですよね。それやっても匂い抜けなかったんで、車内で焼肉は絶対皆さんやんない方が。車外でやんないとダメです。多分みんなやんないと。でもやる人いるんですよね。自分もやりましたから。はい、ということなので車内で焼肉だけは気をつけてくださいという高橋さんからのご忠告でございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回はですね、高橋さんの超ド変態 DA64 をですねご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。いや、すごいですね。オールペンはこれ元々何色だったんですか。元々普通の白です。あ、普通の白からじゃあパールホワイトでした。パールホワイトで、でなぜかラメ。ラメですね。ラメ入れられた理由って何かあるんですか。初めに黒入れたら、はい、黒だけじゃちょっとなってことで、はい、ラメがあったんでラメ入れちゃいました。なんか究極の DIY ですよね。はい、なんかそんな感じがしました。はい、おもちゃです。1おもちゃということで、1分の1プラモデル、1分の1おもちゃのような形でですね、素敵な、車中泊バンライフを送られている高橋さんのお車でございました。高橋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、今回高橋さんの DA64 スクラムなんだけどエブリー仕様ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございます。また Twitter、Instagram、クロンワックスのブログのチェックぜひともお願いいたします。あとはクロンワックスのあの LINE スタンプなかなか売れないんで皆さん買ってください。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。はい、ということでこんな感じでタープの展開もされておりますが、皆さんこうやってやっていただいてありがとうございます。本当に